こんにちは、速稼塾の久保です。私はね、15年ぐらい法人の経営をしてまして、その頃はね、銀行の通帳って結構さっさっさと作れたんですよ。で、私の会社の財務状況っていうのは結構いいんで、新規で法人の通帳を作ろうと思っても、まあスムーズにいくんですよね。ただやっぱり新しい法人を去年建てたんですけども、新しい法人は私の法人が、まあ、保証してもですね、なかなか作ってもらえなかったですね。で、一般銀行、地方銀行、それから大手銀行は全て却下で、ゆうちょ銀行はスッと作れました。で、ゆうちょ銀行はだから取扱い限度額がね、150万くらいだったと思うんで、小さい商売しかできないんですよ。はい、それでここまでをまとめますと、新しく会社を作るときに、今ね、基本的に通帳はできないもんだと思った方がいいです。なんかね、新規の通帳ってむちゃくちゃ作るの難しいです。法人はね、個人はできますけどね。で、どうするかというと、ゆうちょ銀行を、まあ、一択になるかなと思います。で、ゆうちょ銀行で実績を作って、それから一般銀行の方に1年後くらいに申し込むみたいな感じになるんじゃないかなと思うんですよ。というのが、銀行の審査で経営状態を出してくれって言われたり、ホームページを出してくれって言われるんですよ。でも、これから始める会社に実績なんてあるわけないじゃないですか。で、ホームページがない会社だってあるわけですよね。そもそも事業を始めるために通帳を作って、その通帳に基づいてホームページ作るわけですから、外注とかしたりね。だから言ってることがめちゃくちゃなんですよ。まあでもね、銀行の経営も苦しいんだなっていうところですね。で、なんで銀行が苦しいかってことなんですけども、まあアベノミクスの、まあ、残骸なんですよ。ゼロ金利政策ってあったじゃないですか。で、ゼロ金利政策って何が起きたかっていうと、銀行の金利がないわけですから、儲かんないわけですよ。銀行って金利で儲けないといけないのに、その金利をゼロにしてるわけですから、利益なんて本当にね、事務手数料だけなんですよ。とってもやっていけないですよね。ですんで、アベノミクスが始まった時も、黒田総裁はね、これ短期の2年のこのね、金融緩和なんだ、金融措置なんだって始めたんですけども、ここに財務省が足並みを揃えてね、財政出動すればよかったんですよ。財務省が財政出動して、そしてゼロ金利政策、市場にどんどんお金が溢れてデフレ脱却、これを2年間でやろうと思ったわけなんですけども、財務省は資金を出すどころか引き締めてしまったんですよね。だからアベノミクスの足を引っ張ったのは財務省、麻生財務大臣一人なんですよ。本当に余計なことしてくれましたよね。で、おかげで日銀の方は誠実にゼロ金利を2年と言わずね、延長してくれたんですけども、おかげで銀行の経営状態ボロボロですよね。銀行のほとんどがもう利益の出ない体質になってしまって、それでもね、今度深掘りしてマイナス金利までやってるわけですよ。そこまでしてデフレを脱しようと思ってるのに、財務省はどんどん引き締めて、プライマリーバランスの黒字化とかね、財政引き締めとかね、やっちゃうもんですから、いくら日銀がやっても、その日銀の政策は全部ね、財務省に邪魔されて、結局もう20年近くの、このデフレ状況抜け出せない。で、ゼロ金利政策は10年以上もうね、やりっぱなしというね、とんでもない状況になってしまいました。まあ、これから銀行ってのは不良債権処理もそうなんですけども、赤字銀行のね、再編のために合併とか統合とか、廃業とかを繰り返すんじゃないかなと思いますよね。これは大手メガバンクでも同じです。メガバンクであればあるほど貸し付けてる金額ってのは大きいわけですし、これから利益をね、出そうと思っても出ないわけですよ。で、消費者金融と合体して、まあなんかね、サラ金でなんとか持ってる状態ですね、今ね。まあひどいもんです。まあでもね、本当に法人作る時でもなかなかね、通帳ってできなくなってきましたね。去年あたりから非常にそれを感じました。本日は以上です。